お、海ちゃんだ。これ聞こえてるかな。はい。声聞こえる。聞こえる。ママの声は聞こえますか。海ちゃん。あれ？声が聞こえる。今聞こえてます。なぜ？私の声聞こえてる？海ちゃんの声が聞こえないね。うん。海ちゃん喋ってみて。インターネットが不安定でした。あれ？喋ってんねん。なんで聞こえん？なんでやろう。あ、私は映ってる。やば。今見てくれてる人どうですか。声は聞こえますか。聞こえへん。あれ。聞こえる？はい、海ちゃん喋れる？海ちゃんはじゃあ見てるだけ顔だけはい、じゃあ Facebook ライブ始めようと思いますなんでだろう、海ちゃんの声が聞こえない。今日ママがイヤホンにしてるからかな。 Facebook ライブ今見てる人、私の声と海ちゃんの声が、あれ、あ、聞こえてる？なんでだろう、私が海ちゃんの声が聞こえないんや。一回抜けようか。今見てくれてる人、私と海ちゃんの声聞こえますか？うち聞こえてる？コメント。聞こえてますって。あれ？海ちゃんの声も聞こえた。私だけが海ちゃんの声が聞こえないってこと？あらま。なんでだろう。ちょっとイヤホン取ってみようか。イヤホン取ったらね、ちょっとバレバレ。今あの今日沖縄から北海道に移動して、今ものすごいなんか道端でもないけどすごいとこにいるんだ、外のはい、今日はもやもや探検コーチ養成スクールのメンバーと、まあぶっちゃけスクールってどんな感じっていうのと、あとはまあそれぞれがまあもやもや探検を通じて見つけたもやもやに隠れた才能をちょっとインタビューしていきたいなと思っています。はい、海ちゃん喋ってみて。もしもし、海ちゃん聞こえる？ちょっと私イヤホン取ってみよう。イヤホン取ってみたけど聞こえませんか。でもやっぱ聞こえない。聞こえへん。不思議だね。いつもとなんか違う？いや同じ。聞こえないね。はい、今日は海ちゃん、私の娘の海ちゃんがちょっと一緒に前座で出ようって言って出てくれましたが、なんと声が聞こえないという。みんなには聞こえたりするから、私には聞こえないだけで。今あの Facebook のライブ配信見てくれてる皆さん、海ちゃんの声聞こえる？コメントで教えてほしい。聞こえてますか皆さん。私は喋ってますけど。海ちゃん喋って喋ってます。なんででしょうか。あれ、なんか海ちゃんの声、不思議な現象が起きておりますすごい不思議。あれ、本当だ、聞こえてるんや。じゃあ二人とものの声聞こえてますよ。よかった。じゃあ私この声を聞きながらやろうと思います。これでちょっと時差があるよね、はい、だいぶ時差あるけど大丈夫。今日はもやもやに隠れた宝の才能っていうことで、明日、明後日から募集開始になるんやけど、オンラインイベントをします。昨日、もやもや探検コーチのみんなと、ライブ配信をして、それは、緊急もやもや探検をぜひ受けてくださいっていう告知も兼ねてだったんですけど、そうやって1対1でもやもや探検コーチと一緒にもやもや探検する場合は、緊急もやもや探検を
まあ、受けてもらったら昨日から3日間限定、明日までですね、明日の23時59分までに、緊急モヤモヤ探検コーチングという1回限りのコーチングを申し込むと、まあ、才能、モヤモヤに隠れた才能発見シートっていうのをプレゼントします。いろいろ質問に答えてもらって、私がそれに対してあなたはこういう才能があるよっていうのをお答えするっていうシートをプレゼントする予定です。はい、で今日のライブ配信はまあ、明後日に、それは、まあ、ルーンプロダクションの所属のモヤモヤ探検コーチじゃなくて、私が、まあ、オンラインで何人かグループで、多分8人かくらいかな、でオンラインのイベントをします。その時にまあ、実際にね、一緒に喋ってモヤモヤに隠れてる宝を見つけたり、あとはまあ、モヤモヤに隠れてる宝を見つけて人生を 100% 遊び尽くすことで、時間と人と場所に縛られないモヤモヤ探検コーチっていうのは、まあ、どういう感じでどういうふうにモヤモヤに隠れた宝を見つけて、お仕事にしているのかっていう、まあ、実際にそのモヤモヤに隠れた宝を見つけるコーチ側も体験してもらおうかなと思ってますので、ぜひあさって19時から募集開始になって、人数限定なので、ぜひチェックしてみてください。はい、で私からのお知らせはこれで終わりで、で今日、まあ、10分になったらね、またモヤモヤ探検コーチ養成スクールのメンバーが1人ずつ入れ替わり立ち替わりで入ってくれるようになってるんですが、まあ、今日は前座でね、私と海ちゃんでね、喋ろうかな。聞こえないけど、海ちゃんね、音が。もやもや探検コーチ養成スクールは入ってないですね。もう入ってますね。日常がもやもや探検スクールみたいな感じで、ね、ずっと私と一緒にいるので、その、まあ、親がコーチってどんな感じなのかなって、ちょっと海ちゃんに聞いてみようかなと思います。でも、私、海ちゃんの声が聞こえない。あ、こうやって聞こえる。はい、海ちゃん、じゃあ喋ってください。ちょっと時差で聞いてもらって。はい。じゃあ、お母さんが、もやもや探検コーチっていう、もういつもそばにいる存在なんですけど、普通のなんか、会話とか、電話とか、結構よく電話とかするんやけど、結構友達みたいな感じで気軽に話せるから、毎日がこのもやもや探検の試合っ子みたいな感じになってます。はい、で、うん、どっちもコーチとして活動しているから、やっぱなんやろ、ぐさぐさ言えるというか、うん、悪い意味じゃなくて、普通になんかこうしたらどうな、あんなにしたいのみたいな、どうしたいのみたいな聞いてあげて、どんどん2人ともこう上がっていけるから、すごいいい環境だなって思います。聞こえてるかな。喋り終わった？私の中ではまだこれ多分ね、20秒くらい時差があるから、まだ海ちゃんこっちで喋ってる。はい、ありがとうございます。喋った？もうバッチリ喋った。私には海ちゃんの声が全く聞こえないからね、ちょっと20秒遅れたこのライブ配信でしか分かりませんか。はい、言いたいこと言いましたか？はい、はい、言いました。トラブル発生。はい、じゃあ身振りで、どうしようかな。あと1分ありますが、じゃあこれで終わりますか。海ちゃんから何か見てくれてる人にメッセージを言って終わりましょうか。はい、じゃあメッセージを、なんかこのライブ配信を見てもらってるってことは、ちょっとでも興味があると思うし、なんかそのきっかけも何かの縁だと思って、こういうイベントの時に気軽にこう試せるメニューっていうか、その緊急モヤモヤだったり、普段だったらできないことができるので、こういうお試し期間にどん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 お試ししていってもらって、どんなのか掴んでいってもらえたらすごいいいんじゃないかなって思います。他にはない、今だけのね、このキャンペーンなんで。はい、
試していってどん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 チャレンジしていってほしいです。はい聞こえた時差があるからね、はい、OK です。 OK ありがとうございました。OK です。はい、バイバーイ。次の方どうぞ。じゃあバトンタッチします。はい、次ゆきこさんですね。慣れないことをするとダメだね。ダメ。はい、海ちゃん退室で大丈夫です。はい、ね、これ実はこれあるとある北海道の駅前の外で今ライブ配信しておりますが、はい、あれゆきこさん入れますか。みんな見えてるかな。いつものいつものズームに入ってもらったら大丈夫で、お、いなくなった。で、沖縄から今日北海道に移動してなんか長袖になりました。めっちゃ涼しい。でも北海道の人はみんな半袖です。私はちょっと涼しいなと思って今長袖着てますが、はい、このライブ配信が終わったらまた電車で移動して今日の目的地まで行きます。まだまだ旅は続くって感じですね。はい、あ、ゆきこさん来てくれた、こんばんは。はい、よろしくお願いします。あ、ミュートになってるかもね。あー、よかったよかったよかった。すいません。はい、やっと入れた。あー、よかったです。あ、よかったです。こんばんは。はい、じゃあゆきこさんから自己紹介お願いします。はい、もやもや関係養成スクールのゆきこです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。ね、いつもはっていうかね、そのもやもや探検もやもや探検コーチ養成スクールは、まあ、まずは自分がもやもやを解消したり心の声を聞いてどんどん自分で自分を満たすっていうのをやって、はい、それを、まあ、自分がハッピーになったからそれを人に伝えたいってなった時に、まあ、コーチになって、その時にいろいろライブ配信とかね本当は一緒にしたりするんやけど、まだねスクール入ったばっかりなのにね、はい、ライブ配信に借り出された僕が。はい、今回はこうなんかライブ配信出てみようって思ったのは何でですか？いや最初はちょっと無理だなとは思ったんですけど、うんうん、でもまあそのルンさんが楽しいよって書いてくれてたのと、うんうん、まあ緊張するけど怖いけどなんかちょっとやっぱりやってみたいっていう心の声が聞こえてきたので、うん、おー素晴らしい。ちょっと勇気を出して参加してみました。はい、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ゆきこさんでもスクール入って今どのぐらい、はい、どのぐらいですか？まだ2週間ぐらいです。2週間、おーすごい。さあまずはスクールに入ろうと思った理由というか、なんで入ろうと思ったか聞かせてください。はい、理由は、まあ、自分の心の声を聞いて心と行動を一致させてこう自分の本当にやりたいことを見つけたいっていう思いが一番強かったからです。で、まあ、心と行動を一致させるってことは行動力もきっと身につくだろうなって思ったし、こうぶれない自分軸、自分をこうしっかり持ちたいなと思って入ろうと思って入りました。はい、ありがとうございます。じゃあもやもや探検を実際に実践してみて2週間、はい、この2週間どんな感じですか、ぶっちゃけ。ぶっちゃけ、ぶっちゃけ。そうですね、私パンが好きなんですけど、パン屋さんに行きたいと思っ
って、まあ、心と行動を一致させて、でちょっと気になるパン屋さんに行ってみたんですけど、なんか美味しいだろう、美味しそうと思って買ったパンを食べたら、なぜかモヤモヤが来てしまって、で、え、なんでモヤモヤしてるんだろうと、好きなパン食べてるのにと思って、そしたらなんかもっと美味しいと思ってたのに、そこまでこうすごい美味しいって思えるパンじゃなくってモヤモヤしてて、で、そのモヤモヤに隠れた宝は何かなと思ってこうホリホリしてたらホリホリしてたら、あ、こう自分が食べたいと思うパンを自分で作ったらいいんじゃないかなと思えて、すごいで、たまになんですけどパンを作る時もあって、あ、もしかしたら自分が美味しいと思えるパンを自分で作れるかもっていう、あの気づきがありました素晴らしいですね。そうですよね、もやもやするってことはそこに力があるから、はい、そのパンに対する情熱ですね、ゆきさんの場合はね。なんか今まではもうモヤモヤで終わってたんですけど、あ、このモヤモヤにはきっと何かがあると思って、こう問いかけてみたら、あ、なんか自分で作ったらいいんだ、作ってみようかなって思えたので、はい、新たな発見というか、気づくことができました。あ、よかったです。食べたいパンね、なんか私もたまになんかブログとかでも書いたり YouTube で言ったりもしてるかもしれないですけど、その本当にその、ね、自分が才能があることってやたらとモヤモヤするので、だからそれでモヤモヤするだけで終わってたらすごくもったいないという言い方はどうか知らんけど、結局自分の心の声に気づかずにそのままモヤモヤほっといたらずっとでもモヤモヤするし、その正体はわからないっていう感じなので、まあ、今のゆきこさんみたいに、まあ、モヤモヤしたら心の声を聞いてなさいんだから、じゃあ自分は本当はどうしたいんだろうっていうのをまずは心の声を知って、まあ、それを行動に移してハッピーっていうこと、行動にさせてハッピーってことですね。はい、はい、ありがとうございます。一人でっていうか、ゆきこさんはモヤモヤを知ってくれたのってどのぐらい前ですか、はい、最近ですか。あ、知ったのですか。あ、知ったのはいつだろう、もう 2,3 ヶ月前ぐらいですかね。おー、そっかそっか。はい、はい、で、あの YouTube であのルンさんがアップされてる動画をもういっぱい見て、でこうだんだん興味が湧いてきて勇気を出して入ったっていう感じです。なるほど。その一人でその YouTube 見てた時と実際にスクールに参加して、はい、こうまあコーチで、ルンプロダクション所属のもやもや探検コーチと一緒にもやもや探検やったり、まあ、グループコーチング、私と一緒にコーチングしたり、はい、一人でやってた時の違いってどんな感じですか。一人でやってた時は、まあ、動画見てる時は、ああそうか、こういうふうに考えたらいいのかとか、いろいろ、まあ、得られるものはあったんですけど、でもやっぱりその動画を見ない、普段何もしてないというか、動画を離れた時はもうやっぱり自分の固定観念、今までの思い込みだったり、私もあの最初は自力でやってみようって思ったんですけど、でもやっぱりスクールに入った方がこうやってっていうか、まあコーチングも、ちゃんと定期的にあるし、そのスクールのメンバーの皆さんとつながってる Facebook でいろいろ自分の意見を投稿したり、
他の方が投稿してるのを見て参考にさせてもらったりできるので、うん、やっぱりスクールに入った方がこう みっちりというか、うんうんうん、しっかり向き合えるので、やっぱりそこは意識が全然違うというか、一人でやるよりは、うんうんうん、そうですね、スクールに入った方が、うんうん、集中してできるというか、もう、うんうんうん、はい、はい、よかったです、ありがとうございます、はい、ね、なかなか一人では思考の癖がなかなか取れないから、うん、ね、無意識の思考の癖っていうのはやっぱり誰かにこう、はい、ツンツンしてもらうと分かりやすいですよね、ツンツン、はい、ありがとうございます、はい、そっか、2週間か、すごいな、はい、ぜひもやもや探検コーチになんて、あのパンの食べ焼きとかね、作りながら、はい、そのハッピーをみんなに振りまいてほしいなと思います、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、おめでとうございますありがとうございました、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次はあきこさんが来てくれる予定です、はい、ね、いいですね、なんかあのね、グループコーチングの時みんな結構ね、顔出して喋らないから、ね、顔を見て喋るのもいいですよね、出しても出さなくてもいいんですけどね、はいはい、次はあきこさんですよ、もやもや探検コーチ養成スクールメンバーの、入れるかな、ちょっとなんか20秒ぐらいね、多分ね、時差があるから、うわー、パソコンの充電がやばくなってきた、はい、あきこさんこんばんは、はい、ありがとうございます、じゃああきこさん自己紹介をぜひお願いします、もやもや探検コーチ養成スクールメンバー、はい、こんにちは、もう映ってるんですか、映ってます、これ20秒ぐらいなんかね、時差があるんですよはい、はい、じゃあ皆さんこんにちは、あきこです、あの普段は会社員として働いてます、で、もやもや探検スクールも入って3ヶ月ぐらい経ちました、はい、もやもや探検コーチ養成スクールに入ろうと思った理由は何でしたか、あきこさん、そうですね、私がずっともやもやしてたんですよね、うんうん、それでいろんな方法で自分探しをしたりしてたんですけど、ちょっと行き詰まっていて、うんうん、で、その時にそれより前にルンさんのメルマガを読んでたんですけど、うんうん、もやもやを助けてほしいなって思ったのがきっかけでした、うんうん、じゃあ実際もやもや探検コーチ養成スクールに入ってどうですか、ぶっちゃけぶっちゃけぶっちゃけ最初にあの入る前にルンさんから説明を聞いた時に、うんうん、ステップを教えてもらったときは、うんうん、そんな簡単なの自分でできるんじゃないって思ったんですけどやっぱ自分一人でちょっと難しかったなっていうのが感想ですね、うん、直接こうやって1対1で会話をしたりとか、うん、あ、まあ、会話することでやっぱり自分の思考の癖っていうのはだいぶ気づけました、例えば、うん、すごいそのいいことを言ってもらって私に関していいことを言ってもらっているのに受け入れられないところが、うんうん、私のいいところ、あのルンさんが言ってるお宝の部分も気づけてなかったりとか、やっぱそれはコーチングっていうだけあって、うん、あの私以外の人に教えてもらってようやくあそうなんだって思えることがすごく多かったですね、うんうん、やっぱあのグループコーチングっていうのはどんなものかなと思ってたんですけど、うん、人の悩みって本当いろいろで、うん、そんなことからっていうような小さいことから大きな悩みまであって、うんうんうん、人ってこんなことで悩むんだっていうのが結構、うんうん、びっくりでしたね、でそれを聞くことで、うん、なんて言ったらいいのかな、あのそんなんで幸せ感じていいのっていうのも発見だったんですよ、うん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 、今までどんだけ私がハードルが高かったってこと、そうそうそうハードル高かったか、幸せのハードルが、そう、まあ、ちょっと今もまだそれは高いままなんですけど、うん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 、心の声聞けてなくて自分に
厳しくしてたなっていうことに気づけました。よかったです。じゃあ、あきこさんはモヤモヤ探検をいろいろ実践したりコーチング受けたりとかして、モヤモヤに隠れてる宝である才能がこういうの見つけたなみたいな、もしよければシェアしてください。そうですね、見つけたことお宝っていうかわからないけど、結構そのモヤモヤ熟成は普段からできてたとかやってたなっていうことに、それはその脳の検索機能に入れて置いとくっていうのは、その自分が答えわからないときによくやってたので、できてたやんっていうふうには思ったんですね。で、隠れてた宝ってなんだろうな、やっぱりその人の話を聞くことが結構好きだっていうこととか、あと、そうだな、私は言語化そんなに得意と思ってなかったんですけど、何回かルンさんとか他のメンバーの方に言語化できているっていうふうに言ってもらったんで、その言葉にできるお宝があったんだなっていうふうに思いました。あとはちょっとまたハードル上げてるけど、もっともっと見つけたいと思ってます。さあ、でも私も一生続くと思ってます、自分の才能探しは。いいですね。ね、本当にその例えばよくスクールのメンバーであるのが、その言語化に対してのモヤモヤ、なんか私はうまく書けないみたいなことを言う人に限ってものすごい言語化上手だったりするからそれがすごく、自分はこう分かりやすく伝えたいっていうやっぱり才能とか欲とか心の声があるからこそ、理想が高いだけで、その現実とのギャップにモヤモヤするけど、そのモヤモヤするだけで終わってたらただのモヤモヤだけど、そこで本当は自分はどうしたいのかっていう、私は例えばじゃあ分かりやすく伝えたいんだっていう心の声を聞ければ、それはね、すごく自分の心も楽になるし、それに向かってじゃあ今何をしようみたいなことが見えてくるかなと思うので、モヤモヤはとても便利だと思いますね。で、あきこさんなんかこう見てるくれてる人に伝えたいこととかありますか？伝えたいこと、最近ね、ふっといて私が喋るけど最近実は私はね、あきこさんと一緒にお仕事をしてるんですけどどうですか、一緒にお仕事してみて。ああ、そうですね、会社じゃない働き方っていうのはちょっと新鮮に感じてます。でそれは、やっぱ会社ってこうするべきっていう風な、なんかちょっとルールがあるんですけど、自由な感じ、心の声自由な感じ、これしようと思ったけどなんかちょっと違うっぽいっていう風に、方が変わったり、やりたいことやっぱやるんだっていう風に、されていて、そこはなんか、なんていうのかな、新しい発見ですね。縛られてない、すべきっていうのから多分ね、解放されてるんだろうなと思うんですけど、やり方って多分会社員の人ってみんな新鮮だと思うんですけど、そこは私もちょっとまだやっぱ慣れてないから違和感あるんですね、多少は。そうかと思いながら、さんの感じっぷりを観察しながら一緒にお仕事してなるほど、ありがとうございます。ね、あきこさん本当に才能にすごい溢れてるからね、もう思わず一緒にやろうってね、誘って、スクールの人だけどもう一緒にお仕事をしてます。だからね、あきこさんもともと起業したいっていうのはあったのかな？いや、全然憧れっていうか、ぼやーんとそのあれですよ、企業オーナーになってぬくぬくしたいとか、企業っていうのは自分がビジネスオーナーですね、楽にしたいなって気持ちはあったんですけど、ちょっと身近にそういう人あんまいなくって、具体的にはあんまり考えていなかったです。才能を生かして生きてると、それで、ね、本当にお金を受け取るってやると
本当に楽ちんだから、どうですか今私と一緒にやってるお仕事で、まあ、PR のお仕事を今してくれてるんですけど、うん、PR のお仕事はしんどいですか？しんどい、やっぱね、あの目標があるから、それに対するプレッシャーはありますけど、うん、やっぱりアイディアがいろいろ思い浮かぶので、うん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 、いいかなって、そこはやっぱ全然あのしんどくないですね。うんうんうん、いいですね。エネルギーが出てますね。そうですね、はい、嬉しいです。まあ、こういうのをね見るのが本当に楽しいから、私本当にこうもやもや探検工事養成スクールの案内のところにも、私たちの共通ルールは好きな人としか仕事をしないことって書いてあるんですけど、もうマジで自分で起業すると好き、もう好きな人もう選べる、一緒に働く人をこうやって選べるから、もうすごく楽ですね。そう、ルーさんが誘ってくれたからちょっとできたっていうのもあって、はい、そこは本当感謝ですね。なかなか、ね、こんなって変ですけど、自分で売り込むのってね、難しそうだなと思うんですけど、うん、そこを一緒にやりたいっていうふうに言ってもらえたのはすごく嬉しかったです、ね。うんうんうん。喜んでくれて。早い段階から。だいぶ早い段階から狙っていたのです。もう、あゆこさんの才能に目をつけていきました。はい、ありがとうございます。じゃあ、なんか最後に一言、何かありますか？そうですね。うん、何しようかな。ルンさんなんですけど、なんかすごくニコニコしてて、優しい雰囲気は、まあ確かにそうなんですけど、皆さんのそのコーチのなり方を見てると、結構スパルタで、それは本当にいい意味ですよ、もちろん。皆さんの背中を押してると思うんですね、私の場合ももちろん。うん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 、そういうちょっと行動力とか、自信ないなとか、どうしていいか分かんないっていうふうに迷っている人にとっては、結構刺激的で、いろんなことがスタートできるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、ありがとうございます。なんかコーチのみんなにも、なんかね、いきなり路上運転みたいな言われたからなんか、ね、教習所行ってもいきなり路上運転とかないと思うけど、うちはほんまに実践、実践、実践とか、みんなの背中をこう押しまくって蹴飛ばしてるぐらいかもしれない、はい。悩む暇がないのが一番いいんじゃないかなと。そうだね。はい、じゃあ、あきこさんありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい、じゃあ次はサナさんが来てくれます。ね、今日私40分に終わらないとっていうか、電車に乗って次移動するからね。電車に乗り遅れないようにしながらね。はい。次はラストのメンバーです。もやもや探検コーチ養成スクールのサナさんが出演してくれる予定です。サナさん、カモン。あ、来た来た来た。はい、サナさん。あ、かわいい。何それ。浴衣着てんの？はい。かわいい。メンバーで。なんか声が聞こえてる。私の声？あ、めっちゃ暗なった。はい、サナさん、こんにちは。自己紹介をぜひお願いします。暗いね。はい、サナさん。あ、かわいい。私の声も子供してるけど、なんで？どこって？サナさんのところで？あ、めっちゃ暗なった。はい、あ、そうだ。私のところの声ですね。うん、それ、そっちを消せる？暗いね。ちょっと時差があるから変な感じする。はい、どうでしょう。はい、あ、オッケーオッケー。はい、サナさん、じゃあ自己紹介をお願いします。はい、私はサナです。佐藤サナと言います。もやもや探検養成スクールには6月から多分います。はい。はい、サナさんはもともともやもや探検コーチ養成スクールに入ろうと思った理由は何だったんでしたっけ？もともと一番最初にルンさんのメルマガを撮ったのはいつか確認してみたんですけど、うん、ほうほう、2018年の3月ぐらいでした。すごい長いやん。2年ね、なんか、
そうなんや。そう、そこからどんな感じ？どんな感じ？スクールに入るまでの道のりはどんな感じだったんだろう？その道のりは、うん、そう、あのそのルーンさんみたいに、うん、その場所とか、うん、時間とか、うん、そういうのに縛られないくて、うん、こういろんなこう世界を取り回っちゃう遊び方をできる人になりたいな、すごいなと思って、うん、メルマガを取ったんですよね、うんうんうん、でそこからなんか私はじゃあ私は何ができるんだろうと思って、うんうん、アフィリエイトやってみたり、そのブログを書いてみたり、うんうんうん、のなんだろう、投資をやってみたりとかしていたんですけど、全然どれもうまくいかなくて、うんうん、でそのうちになんか人生もうまくいかなくなっちゃって、うんうん、行き詰まってってなった時に、あ、もやもや探検みたいな感じでその中に入り込もう、うんうん、なんか見てみたいな、それでこういう風になれるのっていうところに、うん、なんかこう道がこうあるんじゃないかなっていうところで入ったみたいです。うん、入ったみたいです。はい。なるほど、なるほど。じゃあ実際入って、まあ、もやもや探検をやってみて、その一人でこう、まあ、外からというか動画とかブログとかで見てた時と、実際に一緒にもやもや探検するようになって、どういうところが違うなと思います？まずはその自分で一人でなんか自分のこととかやろうとしてた時は、うん、なんか手をつけるんだけど何もうまくいかなくて、うんうん、頭ではなんかこうすればいいんだろうなって思っても実際やってみるとうまくいかなくて、もう人間関係とかも結局こう進もうと思うんだけど全部こう行き止まりみたいな、うんうんうん、あれどこに行けばいいのっていう感じだったたんですけど、うんうんうん、もやもや探検をしてまずその自分の心の行動っていうところを一致させるっていうことをやってったら、うん、なんかだんだんど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 ん楽しくなっていって、うん、なんか進めるようになってきたんですよね、うんうん、壁がなくなってきた、うんうん、そうなんですよ、うんうん、でそしたらなんかもっともっとその自分が最初そのブログとかで本当は出したいと思ってた自分の中にずっと温めてたものみたいなのが、うんうんうん、最初こう文章でもやもや探検のフェイスブックの中で、うん、自分の気持ちとかを出してるうちにだん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 もう出せるようになってきて止まらなくなって溢れてきて、うんうん、で自分の本当にか自分を出そう出したいっていうところが、うんうん、だんだんこう糸口が開けてきたんですよね。あ、素晴らしい、うん、でそして自分のブログを改めて書いてみたら、うんうん、もうどん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 もうそこのパソコンの前に座るだけでバーってできちゃうみたいな感じになって、あ、すごいね、でそこからどんどんこう創造性の目がどん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 伸びてきて、うんうん、で今こういうなんかこうズームとかでやる映る自分もどういうふうにこう発信していこうみたいなことも楽しくなってきたり、うん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 、なんか文章にとどまらずに、うん、なんかいろんな方向にこう発信、なんかそう自分のクリエイティビティみたいなものを、うんうんうん、なんか飛ばすことができるようになってきた感覚がすごくあるんですよね。そっか、よかったです、うん、はい、ありがとうございます。じゃあもやもやに隠れてる宝のうちの、まあ、もやもやに隠れてる宝っていろいろあるんだけど、心の声とか宇宙からのメッセージとか愛とか、でそのうちの一つ才能っていうところに関して、サナさんが、まあ、もやもや探検実践してこういう才能を見つけたなっていうのをぜひシェアしてほしいんですけど。はい、私はこう喋るっていうことがとにかく苦手っていうのは自分の特性として持ってたんですけど、うんうん、それを文章にする、そこから文章からまたどん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 自分を伝えていくっていうことができるようになって、うん、質問何でしたっけ？あ、もやもやに隠れてた才能。あ、そうそう、才能は、自分の才能はその文章じゃなくて、さらにこうクリエイティビティ、うん、創造性、うんうん、それはいろんなこうアイデアだったりとか、その感情をこう
なんだろう、遊ぶワークを作ってみたりとか、うんうんうん、それを自分だけで楽しむんじゃなくて他の人と一緒に楽しむっていうことができるようになってきたんですよね、うんうんうん、でそこでこうハッピーを伝える心のポワっていう、うんうん、なんかこう光をこうくすぐるっていうか、うんうんうん、それが自分の才能なのかもしれないなって今思ってるところです。あ、素晴らしいですね。良いですね。それめっちゃ、ほんで今日のなんかそれめっちゃ可愛いねんけど暗くてあんま見えへんけど、それは浴衣？あ、これ？うん、あ、そう、今日私七夕記念をしたんです。七夕、最近届けを届けに行って、でも七夕気分全然味わってないじゃんと思って浴衣を着て、うんうん、ちょっと夏祭り気分でお祭り場所行って感じになっていました。可愛い、可愛い。ね、前に前回ライブ配信でサナさんが出てくれた時も、ね、コメントでサナさんの笑顔が可愛いってみんな、ね、はい、ありがとうございます。じゃあ最後に今見てくれてる人にサナさんから何か伝えたいことがあればぜひお願いします。はい、クリエイティビティの観点からおしゃべりすると、うんうん、あなたはあなた自身が素晴らしいこう今この地球上での作品なんですよね。あなたが、今のあなたが芸術作品なんです。だからその芸術作品をもっともっとめでてめでて自分の好きなように育ててあげてほしいなって思います。はい、ありがとうございました、ね、今日のライブ配信の鳥はサナさんでした。じゃあ私はそろそろ電車に乗りに行って移動します。なんか今日チェックイン9時までってなんかネットに書いてあったけどじゃあ私今日ライブ配信するのとどうしても旭川でラーメンを食べたかったのですごい送らせてもらって今実は旭川にいるんです。駅、うわすごい、駅で座ってますけどはい、これイオンの明かりですへえ、壁もおしゃれ、壁おしゃれ、そうそう、ちょうどくぼんでて誰もいないところがあったので、はい、ねえ、沖縄からちょっと旭川遠かったけど、まだこれから美瑛に向かいます、美瑛。はい、だから北海道行きたいな、どうしようかなって思ってたら、この間ちょうどね、北海道在住の人と、あとは美瑛に行くっていう人と、おしゃべりする機会があって、あ、北海道が呼んでるなと思って、私も美瑛そういえば行きたかったなと思って思い出してそうや行っとこうみたいなっていうので来てみました、はい、じゃあサナさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあこの配信見てくれてる人もありがとうございました。あさっての7時からなんだっけなんだっけオンラインイベント、もやもやに隠れてる宝才能発見、もやもや探検コーチ体験っていうイベントをやりますのでぜひチェックしてみてください。はい、なんか全然コメントとか見れてなくてごめんね、なんか書いてくれたかな、でこんなことやってたら電車乗り遅れるな春菜さんが本当にいきなり路上運転って書いて、そう、もやもや探検コーチ養成スクールはいきなり路上運転です。まあでもね、本当に人生一度きりだし、いきなり本番でもいいんじゃないかなと思います。はい。ぜひ私に、ドンって背中を押されたい人は、はい、オンラインイベントに参加してくれたり、もやもや探検コーチ養成スクールに参加してくれたりすると、まあ、人生楽しくなりますよってことです。やばい、アラーム鳴った。はい。じゃあもう私は移動します。はい、では見てくれた皆さんありがとうございました。ルンでした。